インチョン空港の出国手続きも無事に終わったので、飛行機が飛ぶまでこちらのラウンジに行ってみたいと思います。ここにあるラウンジですけれど、こちらの方へ行ってみます。楽天のプラリオリティパスで無料で入れるラウンジです。こちらのラウンジは空いてなかったです。で、43番の方に行ってくださいっていうことだったので、こちら空いてなかったので43の方に移動したいと思います。生ビールがあります。隣はカップ麺がね、いろいろあります。自分で作れる感じです。こちらは自分でご飯をついで、具をいろいろ入れて、お野菜を乗せて、自分のオリジナルのビビンバが作ることができます。タレも用意してあります。ワインも赤ワイン、白ワインあって、こちらはサラダバー、お野菜がいっぱいで、トマト、かぼちゃのサラダとペンネと、こちらはお豆のお野菜のサラダと生野菜、カット野菜。ドレッシングがすごくカラフルで、いろんなドレッシングが用意してあります。こちらはフルーツのコーナーで、ブドウとパイナップルとパッションフルーツとマンゴーがあります。こちらはプチケーキがいっぱい、可愛いプチケーキが、いろんな形のプチケーキがあります。チョコレートやマーブルチョコレートやグミ、キャンディーもいろんなカラフルなキャンディーがあります。これもプチケーキ、ブラウニーと、上の方にまた変わったプチケーキとゼリーがあります。ゼリーも2種類あります。そしてチーズケーキがあります。今やってこられたばっかりの焼きたてのパンがいっぱいです。横にはバターとジャムがあります。ヨーグルトとシリアルがあります。かわいいシリアルがあります。ブルーベリーのジャムとミルクがあります。ジュースも5種類で、コーヒーマシンも1台2台あります。こちらがわかめスープですね。で、隣が揚げ物ですね、フライ。こちらはトッポキです。これはおでんですね。これがチキンかな。こっちはポーク。これはクリームコロッケ、エビコロッケですね。それとパスタとチャーハンがあります。ジュースの方がブドウのジュース、リンゴのジュース、桃のジュース、みかんのジュース、下はこれはワインかな、コーヒーとスプライトとエナジードリンクがあります。自分で作るビビンバとサラダがいっぱいあったので、いろんなサラダとフルーツ、それとあとデザートにプチケーキが可愛かったので、プチケーキとゼリー、それとカフェラテと、走ってきて喉が渇いたのでコーラ、しっかり食べて帰りたいと思います。コロナのせいでラウンジ、一番最初10番のラウンジから上がっていったんですけれど、閉まっていて、そこのフロントの方が43番に行けと言われたので、10番ゲートから43番ゲートまで歩いてきました。めっちゃ疲れた。で、ここ一つしかラウンジが空いてないので、このラウンジいつもこう余裕があるんですけど、今日もね、もういっぱいです。自分で作れるビビンバがあるんですけど、めっちゃ美味しい。タレをかけるのかと思ったら、食材にもう味付けがしてあって、ご飯と混ぜるだけでいい感じになります。
10番から急いできたので喉が渇いたからコーラを持ってきたんでした。なんかラーメンの文化なのか何なのか、こんなにいっぱいなんか食事が用意されててもカップ麺を食べてる人がなぜか多い。あ、おいしい。かぼちゃのサラダめっちゃおいしい。ほんとお豆のサラダ、あ、お豆のサラダもおいしい。ここはいつ来ても大体おいしいものが揃っています。前回来た時は3年前だったんですけど、ラウンジを4カ所はしごしたんですが全部空いてて、それもね結構余裕で入れてたんですけど、今回はもう1個しかラウンジが空いてないので、本当にね、なんか外で待ってる人もいる、旅で帰る前のなんかちょっとひとときじゃなくて、なんかこう慌ただしい感じに今なってる気がする。で、椅子とテーブルもなんか前より増えてる感じで、席がこうなんか縮こまった感じがする。もうちょっとね、前の時は広かったような気がするんですけど、荷物をね置くところがないから荷物置き作ってほしいなっていう感じがする。だから10番ゲートから43番ゲートまで歩いてくるのに8分かかりました。早足で。タイの時もそうだったんですけど、先日タイに行った時もいつも行っているラウンジが閉まってて違うラウンジに行ったんですけど、やっぱりもう閉まってるからこう利用する人が多いのでゆったりした感覚で食べれるっていう感じじゃない。今回は高速鉄道を利用したので、鉄道を乗るときにもうチェックインというか、なんてチェックインできたので、簡単に中に入ることができたので、すごいスルスルと楽に入ってこられたので、時間がちょっと余ってしまったので、ここでちょっと食事をして免税店を見て、お金が余ってる分買えたら何か買って帰りたいと思います。なんかすごくね、バタバタ人がいた人いたりとかして、落ち着く感じじゃないです。アシアナ航空のラウンジも閉まっていました。